さあ始まりました、ツリースピーチャンネル。さてレッド、今日はね、待ちに待ったあの結果の発表をね、お願いします。そう、10月からね、11月で開催していたツリースピリッツ人気投票の結果発表だ。いや結果ね、すっごい楽しみなんだけど、でもその前にね、みんながね、どんなお魚に投票してたかがね、川村結構気になってるんだよね。そうだよね、結果発表の前にまずみんながどんなお魚に投票してくれたか見ていこう。はい、ということでじゃあまずは1票目から、ね、記念すべき1票目、1票目がなんとジュエルゲータ。ジュエルゲータ幻クラス第2弾でね、弾出てきてたお魚だね。お魚かな、ワニだね。ジュエルゲーターだけど、ね、はい、そこから始まり、結構珍しいのだと普段ね、なかなか出てこないレジェンドとかで出てくるお魚とかもね、そうそうそう、少しずつ票が入っていて、メカホーライエソとかね、そう、あと水晶流、そう、みんなね知ってるかな、水晶流ってめちゃめちゃ綺麗なね。そうだよね、でもドラゴンの水で出てくる、やっぱりそう、そうレジェンドステージで出てくるこの2匹って、普通にやっててもなかなか出会えないよね。出会えないしね、よくぞ覚えててくれましたっていう感じだね。あとね、そう、メカホーライエソ入ってたんだけど、川村がね、前回のね、動画でね、紹介したホーライエソにもね、投票してくれてる子がいた、ありがとう。レッドがね、押していたセミホーボー、こいつにも1票入ってなかったんだよね。お疲れ様でした。まあでもね、すごく綺麗なお魚だから、ね、ぜひね、ゲームセンターで一応釣り上げてほしいと思う。そう、ゲームセンターといえばスイッチ版側にね、出てきてるお魚たちも結構入ってきてくれてて、ね、ヘリコプリオンとかね、うん、そうだね、おとみさんと一緒に遊んだお魚とかね、結構ね、そうそうそう、いっぱい入ってきてるよね、今回ササウルスとかね、いくつか入ってきてるね、でもやっぱね、こうザザッと見てて人気なのはレジェンドクラスとか、あと幻クラスとかね、大きいお魚がね、ランクインしてるんでしょうか、うん。さあ、待ちに待った結果発表お願いします。堂々の1位に輝いたのは、じゃん、大氷山クジラだ。おー、やっぱり一番最初に、ね、出てきた幻クラスだから、みんな結構 ね、覚えてるし、印象が残ってるんだと思うんだよね、うん、氷とかついてて濃いしね、やっぱりね、あの幻クラス、こいつがね登場したインパクトっていうのがやっぱり強かった。なるほど。さあ、ということで1位、はい、幻クラスだったんだけども、はいはいはい、他の幻クラスも結構いい順位に、ね、はい、じゃあ10位までのねランキングはこちら、うん、他ね2体もちゃんとランクインしてるし、他はね幻クラスの次に強いゴールドレジェンドクラスが人気だ ね、 そうだね、ゴールドキングメカマンターだったり、ゴールドカイザードラゴン、このあたりね、あと海サソリも入ってるね、入ってきてるね、はいはい、あとね、スイッチ版からギャラクシーホエールもなんとランクインしてくれてますね。やっぱりスイッチ版でもなかなかの強敵だったけど、まさかのランクイン、やっぱね、みんな強い魚がね、好きなんだね。はい、ということでね、せっかくだからランクインしたお魚の中どれかね、チャレンジしてみたいと思うんだけど、今までね、幻クラスっていうのは川村さんとね、結構いろいろ挑戦してきたから、それ以外のお魚でレッドのおすすめで言うと、はい、まあ、ゴールドキングメカマンタ、ゴールドキングメカマンタ、うん、おすすめポイントはそう、こいつなんだけど、うん、登場シーンがね、めちゃくちゃかっこいい、はい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 、男の子めちゃくちゃ大好きだと思う。なるほど、じゃあせっかくだからね、なんかルールを決めて挑戦してみよう。そうだね、じゃあ今回は、はい、メダル500枚からどれだけ増やせるかで勝負。 OK、 じゃあ早速行ってみよう。じゃあ早速、はい、ゴールドキングメカマンタに挑戦ということで、おすすめの登場シーン、このとこからね、キングメカマンタがすごい発進していくのがめちゃくちゃかっこいい。かっこいいね。そして今回こいつらね、はいはい、気軽に釣ろうって言ったものがね、めちゃくちゃ強いからね。これをね、
500枚からどれだけ、500枚からどれだけメダルを増やしたか、だからそもそも増やせるのか説。いや、そうだね、デビルロッドと必殺だね、めちゃくちゃ使っていけばいいってもんでもないだよ ね、今回これうまいことやっていくしか。だから待って、おー、マジでめっちゃ早い、川村すごいぞ。いやでもね、やっぱり強いぞ。でもまだわからない。いやでもね、まだ釣れる、まだ、まだ、いや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 、でもね、レッドもね、一匹釣り上げればまだまだね。え、でももう450まで減っちゃってるけど大丈夫？いや大丈夫、まだ大丈夫。私も637まで増やしてるから、ね、そっからね、あんまり減らさないみたいな孤独なプレイやめてもらっていいかな。今言おうと思った、あんまりやらない方がいいのでは。でも2匹釣ったらかっこいい、いいなこの金色。いやそうだね、あ、やばいやばいやばい、びっくりした、釣れるかと思う。もうちょっとね、もうちょっと釣れないかも。あー、来た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 、いけそう、無理無理、押し合おう、すごい。すごいぞ。え、これはもうあと30分見てればいいかな。いやいやいや、そんなことないよ、わからないよ、まだ。レッド頑張れ、君ならできる。いけそう、あ、違う、惜しい。3匹目釣る、3匹目釣りたいな。まだわからない、まだ逆転できるかもしれない。無理だよ、あー、待って、ラスト行っていける、ラスト行っていける、待って、いない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 、あ、これは、いけるいける、しーということで、結果を見てみると、川村さんが730枚、ありがとうございます。レッドが318枚。一匹も、ね、ということで釣れなかったからね。そうね、はい、一匹も釣れなかったからね。結果は川村さんの勝利だ。ありがとうございます。はい、ということで、ということで、ね、勝負が、結果は川村の圧勝ということで、ありがとうございます。おめでとうございます。いやでもね、やっぱりね、ゴールドレジェンドクラスね、かなり強かったよね。うん、みんながね、好きなお魚だからね。あとね、川村もやっぱり強かったね。強かったね。さすが川村さん、やったー。実はね、でもゴールドレジェンドクラスって、そう、幻クラスとね、枚数はね、一緒なんだよね。そう、なんとね、200枚、そう、ゲットできるってことで、だからそれは強いよね。それは強い、それはね、もう釣れなくても仕方ない。そんなことはないので、練習してください。はい、さて、次回の動画ではみんなお待ちかねのゲームセンター版の大型バージョンアップの速報をお届けしたいと思います。それではまた次回の動画で、バイバーイ。